兄弟姉妹の皆さんおはようございます。オンラインで聞いておられる方々も、またここで聞いている方々もおはようございます。はい、それでは信玄の7章、を今日は共に読んでいきましょう。はい、実はこの7章は6章の後半部分の延長です。はい、この部分は会員の罪についての警告ですね。6章のはい、4番目のポイントもそうでしたが、はい、それの続きのようなものです。 えっと、6章の後半に遊、はい、女と一緒になったらどんな目に遭うかあるいは不倫をしたらどんな目に遭うのかということが書かれてありましたしかしここ7章では、はい、ここでは若い者の話が出てきますでこの若い男は遊、はい、女に惑わされます、まあ、特定のシナリオですけど結局 まあ言いたいことは同じですね。はい、今日の七章のテーマは、はい、会員する女から遠ざかるために父親と結びつきましょうです。はい、もちろん会員する女からは離れていよう。これが当然として。 若い男たちは情欲から離れていないといけませんねしかしきのう6章や今日の7章を読むともっと深いことが書かれてありますもっと深い考察が存在しますじゃあどうやってそもそも会員する女から距離を置くことができるのかそれは父親が大事なんですよ、はい、6章の20節。 まず読んでみましょう。六章二十節、我が子よ、あなたの父の命令を守れ、あなたの母の教えを捨ててはならないです。はい、ここに、はい、ユージョのことは書かれてあり、警告が書いてあります。で、七章にも全く同じことは書かれてあります。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令を、あなたのうちに蓄えよ。はい、七章の一節です。はい、五節。 自分をよその女から守り言葉の滑らかな見知らぬ女から守るために、はい、ここで見る,見ることができますが父親の言葉をよく聞くことと、はい、不,倫不倫する女から離れることこの2つはつながりがあるんですよ、はい、どのようにつながってるか。 はいま、ず会員の罪について、ま、ず不倫の罪について話すときにこれは、はい、心が忠実じゃない状態です。はい、これは妻に対して忠実じゃないことが問題です。もういろんな違う女性との関係を楽しんで妻に対して忠誠を尽くしていないことが問題です。はい、しかし今日のナーショーに出てくる若いもの。 この若い者は、会員する女の誘惑を退けることはできないのです。でこの会員する女は。若者が、はい、妻も、妻は持っていること知らない。あ、知っているのに、それでも。境界線を破ってくるんです。で若者は良識がないんです。わきまえがないんです。はい、この人の問題なんでしょうか。霊的な領域に問題があるのでしょうか。 もちろん聖書に書いてありますよ、偶像を拝むと、はい、これはもう会員の罪のようなものだと。なぜなら神様だけが私たちを作って私たちを愛してくれる唯一の方だからです。で神様は私たちを、神の民を妻のように見ている。だから私以外に他の神々を持ってはならない。しかし人間は偶像たちを拝む。そして夫のような神様に ををを尽くさないここのの大地の戒めを破ることを選びがちです、はい、神様だけじゃなくて他、はい、の偶像たちも人間はついつい拝んでしまいますですから霊的な視点から見ると人間はなかなか神様に忠誠を尽くさない神様の命令を守ろうとしない はい私たちの実生活もそんな感じですねそういう悪い癖がありますどのように、はい、この問題をでは解決するのでしょうかこういう場合私たちは神様の御言葉に従うというその原点に立ち返ります、はい、ここでは守りなさい守りなさいと、はい、言葉を守りなさい父の教えを守りなさいという言葉が何回も出てきます、はい、私たちが よく聞くならこの命令を守ることができます。そしたら私たちは忠誠を尽くし続けることができます。そして神様に合わせて続けることもできます。私たちが父と結びつき続けるなら心に平安を保つことができます。そしたらさまざまな誘惑から遠ざかることができます。そして会員する女からも遠ざかることができます。はい、1節から5節です。はい、父の言葉を守り、そして 簡易する女から遠ざかること。一、はい、節我が子よ、私の言葉を守りなさい私の命令をあ節。私の命令を守っていきなさい。実はこれ同じですね、この一節と二節どちらも同じことを言っています。神様がアダムをエデンの園に置いたとき、はい、ここを耕しなさい、守りなさいと。 アダムに命令しましまたこの「守る」という言葉は神の命令を守るの「守る」と同じ言葉なんですはいそれでは私の言葉を守りなさい父親の言葉を遮らないように父親の言葉を破らないように守りなさい父親の言葉これが大事なんですえっと最、はい、この7章なんですけど最初の言葉がまず父親の命令父親の言葉これはあなたの目の瞳のように守りなさいあなたは父や 父親の教えを守りなさい。自分の瞳を守るように守りなさい。あなたの父の教えをしっかりと守りなさい。どのようにこれを実行するか3節それを自分の指に結び心の板に書き記せ。あなたが何かをやりたいとき、私たちはちお父の言葉を守っているのか、私たちはその命令に従っているのか。 はい、もう指に結びつけていなさい,、はい。このことについて考えるとき、そういえば父親の教えって覚えてるかなと、母親の教えって覚えてるかなと、あるいは誰かにやられてるかもしれない、ああ、そういえばお母さんに教えてもらったことを私、覚えていないのかもしれない。私たちがまあ 親にこう言われるかもしれません。はい。人に騙されても自分が騙しちゃいけないとか。それでちょっと言われる時に私たちの思いに深くそのとどめておくことが必要です。あいつもお母さんそういうふうに教えてくれたなと。いじめられたら確かに嫌だけど。 もうどうしようって思いが混沌するときにお父さんの言葉やお母さんの言葉浮かんでくるいやあなたが自分がいじめる側になったらダメだよってああそうだなと、はい、そういうふうに心の板に書き記しなさいもういざという時浮かぶように、はい、どのように関与をす女に対処するべきかそれは父の教え母の教えをしっかり心にた守っておいて、はい、日頃それを実行することなんですそのように日頃、はい、誘惑する 女の誘惑から身を守るんですまあ、ただ単に会員する女とは距離取れとか言うだけじゃ足りないんです例えばタバコを使うときタバコの箱に喫煙は健康に悪いですって書いてありますけどもともと中毒な人にはこれ通用しませんよねあるいはタバコを吸うと癌になりますって書いてありますよね あるいはタバコを吸うと周りの家族にも健康害が及びますといくら箱に書いてあってもこれだけじゃ効果ないですよね。香港ではどのタバコの箱にもそのような警告が書いてあります。だけどタバコの消費量これで減ったのかどうかという問題です。まだまだタバコはよく売れるんですよ。会員も同じですよ、皆さん。 誰かに会員するな会員から遠ざかれあの女から遠ざかれといくらそれ言うだけでもは意味ないんですなぜなら原因は単,単に忠誠心がないではなくて不従順だからです不従順だというのは偶像拝んでるから最初の神様の命令他の神々を拝むなを破ってたりするからなんですもうそ,そっちに問題があるんですよもともと。 ですから私たちの霊的なまた実践的な領域においてキーポイントがありますそれは私たちの父との関係です私たちが父の教えを守ることができれば、はい、誘惑に打ち勝つ力を持つことができますかいのうなを退けることができますしかし父との関係が悪ければ、はい、お何を若者に言っても彼は聞かないので意味がないです ですから、5節自分をよその女から守り言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためにと書いてありますはいこの簡易の女ですがはいこれは感情の行いとその正体が感じですねはい、昨日の話を覚えてますか男性ははい 大半がみじめなんですよ、はい。何かそのリスポンスを思い起こしましたね。はい、男性。男性が若いときお父さんからガミガミ叱られる体験をします。お父さん、はい、小さいときそうですね。で、ちょっと青年ぐらいになってくると、今度は先生にいっぱい叱られます。はい、良い成績を収めるために。 はい、男子は先生にいっぱい叱られますもちろん褒めたりすることもありますがでも褒められる生徒というのはトップの学生だけですね私が小学校2年生だった時先生に宿題を取り上げられました <laughs> まだ覚えてますよ先生が2年生の時行った時「<laughs> おいオ健ケお前の字汚いな」 お大きくなったら彼女ができないぞこんなに汚い字ではダメだぞと <laughs> その時に覚えてますあ彼女を作りたければラブレターを書かなければならないのかこんなに汚い字ではラブレター書けないではないかこれでは彼女ができないと、はい、そういうふうに言われたのをよく覚えております中学生になった時私球長になったんですよ球長 <laughs> になったんですけどとあ,のとある、はい、ステージの上に立ちました もううるさいんで私が宮殿なんでいいはい、私が教,教団の前に立って私がみんなを静まらせようとしましたで先生たちの前で私がガンって音立てたから失礼なことを取ったらしくて人前でうちの担任の先生にバチーってみんなの前で殴られました <laughs> あ、皆さん みんなこういう体験があったかどうか分かりませんけどみんなもそれぞれお父さんとか先生とかにネガティブな目に遭ってたりしますよねで大人になってから上司からひどい目に遭わされたりとかとにかく何かありますよねみんな男性なら全員そうですどこかで嫌な目に遭ってますお父さんとか先生とか上司とかにもう仕事して稼いで生きていかないといけない限り勉強しないといけない限りみんなそうです 上司、えっと、の話なんですけど、えっと、うちの、はい、仕事の評価の話をします。はい、これすごい難しい仕事で8割でも達成できればいいと言われましたけど8割でも達成できればもういいくらいすごく難しい仕事をあもらいましたいやどんなに努力しても100点満点が取れないという状態満足さしてもらえない状態。 だって8割でもこのボスの課したノルマを達成できればはいこ残りの2割は何が足りないかという感じですもううちのお父さんと先生とそして上司からこうやってずっとがみがみ言われてきてそして今度は奥さんにがみがみ言われる これが男性の自信のなさの原因なんですよ。ほとんど男性そうなんですよ。でこういう自信のない状態だと、はい、誘惑してくる女を拒絶できないんです、はい拒。誘惑してくる女性は何を武器として持ってくるんでしょうか彼らは単にみだらなんでしょうかこれ、いや、実は滑らかな舌、滑らかな言葉が武器なんです。だからどんななにあなたが美人でも あなたの男性が自信ないならいや私はだめだないや君は僕にはもったいないなっていくらそう思ってくれたとしてもとある女がや他の女がやってきてこの男性を立ててくれるそして男性が自信,自信をつけるそしてずっとこの男性にあの女がずっと注目してくれる場合男は自信がないとそれだけで幸せになるんですよ。 もうこのようなおべっかを喜ぶんですよ男性は特にもういつも奥さんにガミガミ言われてると男性はそうなりがちですこういう場合そういう男性は誘惑してくる女の言葉を退けることは困難になりますはい皆さんこれがこのいう誘惑されやすい男性の4段階でございます ですからこういう男性は家庭でも奥さんの前だと自分は何もできないなというふうに感じております。こ,のこういう男性はあもう俺の一生はずっとこうなのか70歳まで80歳までもうずっともう奥さんにねちねちいびられて終わるのかと。で、誘惑する女のそばを通ると、はい、この誘惑に勝てない状態になります。はいはい、では、はい。 この不倫する女の6つの刃を紹介したいと思います。はい、この不倫する女には6つの武器があるのです。6つの刃でございます。はい、それでは6つの部分です。はい、第1の刃はい、13節に1つ目の刃があります。はい、すごく熱意があって自分から行動しますね。この女から捕まえて口,口づけして多く、目もなく彼に言うとはい、13節に書いてあります。はい。 さっきから言ってますけど、はい、男性が女性にアプローチするのはあまり簡単じゃないんですよでも女性から男性に行くのは意外と簡単なんですよ、はい、女性が自分から男性に向かっていくそして熱意を込めると男性はなかなか誘惑に勝てないんですよそういう場合、はい、ですから大一の武器は大一の刃は熱意を持って自分から当たっていくことです2、はい、つ目 これは、えっと、欺瞞的なあるいは偽善的な清さ14節交わりの生贄を捧げてきました誓願を果たしました今日は死んで行ってきましたということです、はい。感謝の祈りを捧げに行きました生贄を捧げましたという意味ですよ。神様にお祈りしました神様が祈りを聞いてくれました。 そう今日は神殿に行って私の誓願を果たしに行ったんですよ神様の前で私私清い女なんですようん今日はですね子羊の丸焼きを食べないといけないのささげも食べないといけないのを神様が私の誓いを果たしてくれたから。 はい、この池に今日食べないといけないんですよ。一緒に食べてくれる人探してるんですよ。もう私の感謝の証を分かち合う人を探しています。だから私のおうに来てください,、はいひひつはい。とても質のいい、はい、羊をささげてきました。今日はとてもいいラム肉を食べるんですよ。はい今日はうちに来てください。一緒にこの感謝を分かち合いましょう。 はい、とてもなんか経験に聞こえますね、はい、とても清い、すごく贅いくな、そういうりごな感じ、そういうのが聞こえてきます。はい、これは偽善的な清さです。はい、3つ目の刃です。はい、これはもっとあくどい刃ですね、はい。15節です。そこで私はあなたに会いに出てきました。あなたを探し求めてやっと見つけました。はい、15節ですお。神様の導きであなたに会えた。神様の導きだ。 私が今日捧げ物をげて来たらおすぐあなたに会ったおあなたに会いたかったんですよいや期待もしてなかったけど神殿からまっすぐここに来てすぐあなたに会った、はい、3つ目の刃神様の導きという偽物の導き、はい、自信がない男性こういう男性どうやってこういうのを拒むんでしょうか無理ですね。 いやーこの女性はただ話がしたいのだうんいい証があるから一緒に話そうと言ってるんだ、うん、ただ食事したいだけなんだ、うん、それだけだよねってうんじゃあ一緒に行ってもいいかなと、はい、そう感じますいや悪いことないよね別に感謝の生贄一緒に食べるのって悪くないよねうんこの人の証をただ聞くだけなら悪くないよなと はい、次です私は長い椅子に敷物をあやおりのエジプトのアマヌを敷き寝床を持つ役をアロエシナモンで香らせました、はい、16節と17節が4つ目ですね、はい、この女性はとてもロマンチックな雰囲気を築いておりますそしてあなたを VIP のように扱いますお神様の導きだと だからこの自信がない若者はこういうのに抵抗できません。18節。さあ、来なさい、朝まで、はい、来なさい、はい朝まで愛に酔いしれましょう、愛の喜びを互いに味わいましょう。と、はい、18節です。はい、これは肉欲の誘惑ですこれは肉欲の誘いです。 これは性的な誘惑ですね。この若者は多分心の中でこんなふうに考えてるんでしょう。あれあなた、音どうしたのと多分そういうことを考えてると思います。はい、こういう場合、この女性はどういうふうに答えるか。はい、これが最後の刃です。19節です。 もうすぐにこの刃で彼を殺してしまいますね、これが終わったら。はい、これは偽の安全の担保ですあ、偽の安全保障。夫は遠くへ旅に出て家にはいませんから金の袋を持って出て行きました、満月の頃には帰ってくるでしょうと、はい。事実は、まあ、大抵、生贄にを捧げる人。 時間っていうのは夜捧げる時間もあるんですよでもこの女性が言ってることいや夫がもう 2, 2週間もいない半月もいないだから今都合がいいよとでもそういう言い方したらあまりロマンチックじゃないですよねだからこういう言い方をもっとロマンチックな言い方をしてますいやー夫は家にいないんですよ いや金の袋持って出てきました。いつも仕事仕事ばっかりです。家にいないんですよ。いつも外なんですよ。だから私、いつもお家で一人なんですよ。ああ、今回 2, か2週間も出張でいないと言ったんですよ。もういつもいつも私こういう扱いなんです。なんかかわいそうな感じ。い,ついかにも私はかわいそうという雰囲気です。はい、もう真夜中に私一人で暗い。 なんか一人で夜起きるともうとっても孤独なんですよという。これが誘惑する女の言葉です。はい、これらの誘惑の言葉がこのあまり頭の良くない若者の耳に入ると、もう自信がない若者の耳に入ると。 ああ安全かなってこういうふりしても大丈夫かなと思うんですよそれでやられちゃうんですよですからこの女性は、はい、これらの刃をこの若者に向かって研ぎ澄ませております、はい、そしてこの若者は、はい、何ができるか、はい、この自信のない若者、はい、からこう思うでしょううんそうだな あまり価値がないないと思ううのでしょうかああ私が今大事にしていることおすごくきれいなすごく雰囲気のいい優しくて私に対して親切にしてくれるああしかも何か惨めで孤独でああ神様への感謝の証を私と一緒にしたい女性がいるおこれ大切だな、うん、一緒に行こうなあと思うわけです。 はい、20節から27節が最後の文です。んあ21節から27節。はい、彼がどんなに強、まあ、体力があっても強くても彼はこの女に殺されます。はい、22節、23節読みましょう、はい。彼は直ちに彼女の後についていく。牛がほふり場にひかれていくように足かせが愚か者を懲らしめているかのように。 最後は矢が彼の肝を射ぬくそれは自分の命がかかっているのを知らずに鳥が罠に飛び込むようなものだはいですから自信のない男性はこういうふうに考えます「ああ今日はいいごちそうになるな今日は不倫か」それでこの女性に喜んでついていきます そして同時に心の中ではまあ心の中で同時にこういうことも考えてますねしかし霊的な面ではちょっと違いますね霊的な状態は彼が鎖に手錠かけられてしょっぴっていかれてるようなそんな状態が霊的な姿ですこの誘惑する女性にしょっぴっていかれてる状態ですよそして 実は彼のことを撃ち殺そうとしているもう弓を引いている人が実は近くにいるという彼にこ,のこの男性には見えていない自分が狙われているということに気づいていないそして自分はもうすぐに射殺されるということに気づいていないんです。こここれががののの若若者の結果です、はい、で,第3段落です第段落強い若い 青年もみだらな女性についていって殺されます。はい、24節子たちを今私に聞き従い注意して私の口の言葉を聞け彼女の道に心がそれていってはならない,そ、はい、彼,女のいその彼女の言葉を思いに止めるなあなたの目もあなたの目も見ちゃいけないこポルノとか見てはいけない はい、こういうだらな女性に心を向けてはならない、そして彼女の道に迷い込んではならない。で26節、はい、この女は多くのものを切り倒した、彼女に殺されたものは数えきれない、その女の家は読み絵の道だ、死の部屋だ。えー、とヘブル語の原文では、この女は多くのものを荒廃させた、たくさんの力強い男性がこの女性の餌食になった。 僕の強い男性がこの女に殺された、まあ、意味は強い男でさえも会員の女性の道に行くと殺されるどんなに強くても殺される、はい、強い男性は体だけ強いですねしかし心はなかなか弱いです自信がない状態です あれですから、もう背が高くて筋肉ついてる若い男性たち、なぜかそういう男性に限ってあまり自信がなかったりします、なんでなのかなと、<laughs> もうこの女性にホイホイついていく、もうとても綺麗な女性と一緒にデートしてるのに自分は全然ふさわしくないなとか思っている、外側すごく強そう。 だけど内側は自分はダメだな無理だなと弱い状態ですいやお父さんから褒められてない先生から褒められてない上司からも褒められてないで奥さんからも褒められてなかったりするで奥さんもなんであなたお隣のあの人に比べてどうのこうのって言われるからです、はい、そういう状態で彼のところにやってきていろいろ はい、へつらってくれる女性に出会うとやられるんです、えー、この不倫相手はあまり可愛くないかもしれませんしかしこの敗因する女の作戦はこの男性だけに集中して一生懸命褒めるそれだけでいいんですこの若者の心はとても乾きていますもうこの人の心がカラッカラです ですから心になんかもう水がさーって入ってくるとあっという間に吸収しちゃう状態どんな水だったとしてもですよ汚水が入ってきたとしてもですよすぐに吸収しちゃうんですですから奥さん、はい、妻の皆さん、えっと、あ,いあなたの音を、ね、上手に助けましょうあなたの助け方が全然効果ない場合あるいは もうずっと単純にずっと夫をだめ出してる場合あなたこれもできないあれもできないもうずっとそういう方法を使ってきたならいや今でも夫が一緒にいてくれたら感謝ですよいやそろそろあのやり方変えないといけませんね夫を助けるやり方、えっと、まだあなたの ABC があのテクニックがあまり良くなかったりすると思います、まあ、別のやり方を使った方がいいなと思います DEF を使いましょう、今度は <laughs>。<はい笑>もっと飲みやすい水をあげましょう。そうしないと、夫がずっと乾ききった状態になります。肝心な時に、夫のことを褒めてあげてください。数週間ぐらい褒めてあげて、終わったら、よし、これを直してっていうことができます <laughs>。十分、日頃褒めてあげると、肝心な時に彼のことを直すことができます。 そう,いうそういう瞬間が来るときまでにしっかり準備されているので、はい、しっかりと直すことができますよ。はいえっと、あなたの夫があなたのからの衝突をなかなか受け入れられない全然うまくいかないなという場合はちょっとやめましょうまずはしばらくはしっかりやわらかい雰囲気を上げて、はい、優しい言葉をかけてあげていやそろそろいいなと思ったときに。あの あなたの夫にも水をあげましょう、給水しましょう、育ててあげましょう。はいでも肝心なのは何かお父さんの言葉を聞くことです、男性の皆さん。私たちのアバチの言葉をよく理解すること、そしてアバチの言葉をしっかり日頃守り行うことです。はい 皆さん神様の御言葉に従いましょう私たちの心神様の御言葉に従いましょう 10倍スピード突破を10倍にで呼吸法があるんですよっ、えー、て、なんかの意の祈りみたいなこと言わけで,でこの呼吸も5種類あるんですよって、教育者の働みたいに、声援の働きもそういう種類があると実はこの呼吸も5種類あります、この5種類からいろんな技が発生するんじゃないです、そうやって鬼を退治するんじゃないですって、なんすごい刺激なことをよく分かってるな 主耶様私たちあなたに集中にして集中してついていきたいですこれは私たちの祈りです私たちは愛されるものです私たちの命には価値があります主私たちしかし私たち成長の中で親との関係はきつつありました兄弟姉妹の皆さん 私たちの中に親の関係、特に父親との関係がよくない人いませんか特に小さい頃、お父さんの言葉ひどい言葉私たちに傷つけられたことがあれば、前に進み出てきてください。今日見言葉には私たちに教えてくださったんですけれども、 父との関係が、傷があれば、私たちのと神様の関係にも影響されます。今日、主は私たち、父との関係を癒します。もしあなたが父のことを憎,み憎むのであれば、非常に憎むのであれば、なんで私はこの家庭,家,家庭で成長してきたか。 なんで私、こんなお父,お父さんがいるか、その考え方がいれば、その考え方を持っている彼氏がいれば、前に出てきてください。どの家庭で生まれることはあなたは選択ないです。しかし、これからどのように歩んでいくのか、あなたは選択肢あります。 バイブルスクール制度と効その出てきている兄弟姉妹のそばに立ってください。私たちは彼らの両親、父親を代表して祈ってあげます。特に あ、怖くは出てきてください。出てきている兄弟姉妹のために祈ってあげましょう。オンラインの兄弟姉妹も。祈ってください。自分の手を。心に置きなす。置きましょう。主はあなたの御前に来ます。主の愛、私たちに導いてください。注いでください。癒してください。 幼い頃からお父さんからの悪い言葉、そしてえっと悪い態度、悪い目に嫌な目に遭われること、あるいは捨てられたこと、殴られたこと、主よ、彼らのこのような兄弟姉妹のために祈ります。主よ、あなたの愛、癒す私たちの中に来てください。あるいは ある姉妹が小さい頃お父さんに性的な暴力を受けた姉妹いるかもしれない自分,お父自分の親父がこのようなことをしたことを本当に許せないですけれども主があなたを癒します。 イエス様感謝しますあなたはジェホーァーラーバーあなたは私たちを癒します体を癒すだけではなく私たちの思い心魂を癒してくださいます私たちの感情も癒してくださいます聖霊様歓迎します私たちの祈りは大したもんではないですけれども聖霊様を大きく働くことができます 霊様オンラインの兄弟子にも癒してください。主の愛と癒す私たちを包んでください。主あなた愛、私たちの父親と私たちの間に置,き置かれます。親父からの悪い言葉、そして傷、すべてを傷。 すべてのそのそ悪い影響主の十字架の上に告げます。すべての恐れ劣等感打つ彼らの身から離れていけイエス様の愛彼らをを解き放します。 イエス様の皆によってお祈りします。アメン皆さんも席に戻ってください。私たち、先にいる兄弟姉妹一つ考えましょう。小さい頃からあなた、あなたに両親から積極的な言葉、言われたことを思い出してください。 例えば私のお父さんいつも私に言うけれども私のお父さんが私に言った言葉ですけれども「豊か」の時にも 古い言葉ですけれども、要は豊かな時にも、あなたは質は変えてはいけない、のような言葉を話してくれたんですけれども、あなたにもお父さんからお母さんから良い言葉言われたことはないでしょうか、その言葉、あなたの祝になった、その良い言葉を思い出してください。 励ましてくれた励ましい言葉を思い出してくださいあるいは良い教えを思い出してください言葉であるかもしれませんがあるいは良い行いあるいは良い習慣あなたに良い影響を与える 行いそれらのことを思い出してください。 皆さん一緒に祈りましょう。お父さんが私たちに言ってくれた積極的な言葉そして良い習慣、良い行い、私たちに良い影響を与えることについて、神様に感謝を捧げましょう。 イエス様感謝します。賛美します。あなたと深くつながること、できること、感謝します。それは私たちのお父さんと良い関係を持つことから出ることで,ですから、感謝します。皆さん、私たちは天のお父さん、天の父とよくつながることができれば、官員の 女から遠ざけることができます私たちの目、私たちの耳、足、心、すべて神様に捧げければ、神様とつながれば、会員のことから遠ざけることができます。皆さん、手を頭に置きましょう。主エス様、感謝します。 私たちの思いをあなたに捧げます。皆さん、私の後について祈りましょう。天の父様、私の思いをあなたに捧げます。私の思いはあなたに注ぎます。私は父親のことを考え、少なく考えるように,天の天に、天のことをもっと考えるように守ってください。天の父様、私の目をあなたに捧げます。私の目は、 御国のことに注ぎます。あなたの見えるように私が見,見えます。すべて勧銀のことを私見,見ないように守ってください。そして手を耳に置いてください。天の父様、私の耳をあなたに捧げます。ブロックされることを取り 覗いいてください私の耳は霊的な声を聞こえるように、そして積極的な、ポジティブ的な言葉を私、聞こえるように守ってください。そして手を鼻に置きましょう。イエス様私の鼻をあなたに捧げます。空気を呼吸するだけではなく、霊的な息も私、吸うほどできますように守ってください。 精霊様私に導いてください。私の導きになりますように、イエス様の皆によってお祈りしますあ、えー。さらに手を唇に置きましょう。私の唇、下、あなたに捧げます。私は常に賛美の褒める言葉そして積極的な言葉人を立て直す言葉 励ましい言葉を話すことができますように、主は私たちの足、両足、あなたに捧げます。あなたが狙われる道に歩むように、その道にそれることのないように、手を胸に置きましょう、主は私たちの心、あなたに捧げます。 私の思い、私の感情あなたに捧げます。私の心を単なるあなたに用いるように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン サマークの歌は私たちの祈りです私たちすべてあなたに捧げます皆さん紙もらいましたか皆さん座ってください皆さんペン持っ,ている持ってない人がいませんか30秒ぐらい血が合いますけれども あるここに、はいい。あ、<お>いいんですか。三十秒、三十秒のうちにあなたの父親の顔を描いてください。お父さんの顔を描いてください。 お父さんのお顔よく覚えられない慣れてないでしょうかね。<laughs> 皆さん覚えられてないように見えますけれども、記憶の中でお父さんの顔を描きましょう。 もう一回、うん、これは楽ねえ <laughs> かちょっと近くすぎだ<や> <laughs> 自分の書いたお父さんの顔を見てください隣の人に話してくださいこれは私のお父さんですもう <laughs> なんかわかりやすい書き方わ <laughs> か,かりやすい書き方だ すごくそうでうよ。イエス様はいいね。これはいいじゃない。これはいいか。ああ。いや、ジーザスセンパース。シェアしてください。お父さんのことをシェアしてください。はい、じゃあ。立ち,ち上がってください。 もしあなたのお父さんまだ来ているのであればあなたはまだ彼に良いお世話することができますもしあなたのお父さんもう亡くなりましたらすべてのことは変わることもできますイエス様の皆によって祝福します京田姉妹を祝福しますオンラインの京田姉妹 ここにいるキャラ姉妹を祝福しますあなたの人生、自分のお父さんともう一度つながることになります。もしあなたのお父さんも亡くなったら、霊的なお父さんと良い関係を持つように、イエス様の皆によって、お父天のお父さんも良い関係を深い関係、深いつながりがありますように。あなたは、 神の御言葉を読む、乾ののく心がありますように、主の御言葉を覚える心がありますように、主の御言葉あなたのことを助けるように、衆の御言葉をあなたはすべての悪いことから、あるいは肉体の誘惑、言葉の 誘惑から落ちることはでき誘惑から救うことができます。イエス様の皆によってあなたは天のお父さんとつながります。地上のお父,様お父さんも良い関係を持つように、そしてあなたの心は統括できますように、あなたの心は清いものになりますように。 すべての列島からあなたから離れ、あなたは自分を正しく見ることができますように。天のお父様はあなたはたとばれるものと見ます。あなたはたといものです。あなたは自分もそのように見ます。今日からあなたは自分の体をよく守り、自分の心をよく守り。 天のお父さんがたとばれる方と同じようにのようにあなたもた,た,と,たといものです主の皆によって祝福しますアメンこれで今日のモリリーニングオンション終わります